福岡市の JR 博多駅前で道路が大規模に陥没し、ガスが漏れているという情報もあり、警察が警戒を呼びかけています。陥没があったのは博多駅前2丁目の交差点です。直径7メートルほどの大きな穴が2つ開いているということです。今のところ、けが人などの情報は入っていません。 駅の周辺には停電しているところもあるということです。また、警察などによりますとガス漏れが発生しているという情報もあり、付近を通行止めにした上で警戒を呼びかけています。こちらは視聴者提供の映像です。